愛知県立安城農林高等学校は愛知県安城市池浦町にある県立の農業高等学校。略称、農林、安納。学校の前には小川が流れている。橋を渡って正門に入る。安城町長の岡田菊次郎などによって安城町に誘致され、1901年に愛知県立農林学校として創立。創立には当時愛知県会議長だった。 内藤ロイチが尽力したと言われている。初代校長には山崎円吉が着任した。1922年、愛知県安城農林学校に改称した。戦前は、新潟県の鴨農学校、静岡県の中泉実学校とともに3、大農学校と呼ばれ、全国から生徒を集めていた。このような教育実績に基づき、第一次世界大戦後の高等教育拡充の 動きの中で安城農林を高等農林学校に昇格させようとする動きが起こったが実現しなかった。1946年の学生改革により新生高等学校になり現校名に改称された。1949年に愛知県立安城高等学校と統合するものの翌年には再び分離独立した。安城市長 明治養水土地改良区理事長等を務めた石原一郎や元参議院副議長の森831など優秀な人材を多く輩出し安城市一帯が日本デンマークと呼ばれるほどの農業先進地になった要因の一つである。校内には5.3ヘクタールの実習地があり、校舎を合わせると14ヘクタールほどになる。校外にも豊田市や新城市に生徒が実習するための 演習林と呼ばれる山も所有している。部活動はあまり活発でないが、馬術部はインターハイ出上経験を持つ。航訓礼説を正し連中を重んじ審議を尊ぶべし、国家社会に貢献せんことを恋願う者は、勤労をもって身を鳴らすべしりを忘るべからざる者を行きがために、他の迷惑を招くことあるべからず共同一致が、成功の元たるを隠しすべしよはただ誠意にあり2年時に、 各コースに分かれる。3年時には前科に進学者向け教養コースが設置される。ありがとうございます。